マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようです。今日のマシマシはこちら、朝の餌のリズムマシマシのですね、45パターン目ですね。ランダム1回目と書いてありますけれども、もうだいぶですね、外に出すパターンが、できてきましたんで、毎日やってるとね、偏ってきてしまうので、今までやったパターンをですね、ランダムにちょっと出してみようというのが始まりましたね。このサイコロを2つ振ってですね、出た目のところで、この回はトマト4分の1カットとなってますけれどもね、次に出す、サイコロ表でですね、その日何をやるかっていうのをですね、1週間前ぐらいにね、決めておいて、朝の餌のリズムはね、加水にやってますんでね、主に1週間ぐらい、トマト4分の1カットでどう出すかということをですね、前の週から考えて出すというですね、ランダムだけどその日の朝、どう出すかを1週間考えるというですね、流れになってきましたね。ランダム1回目、まずは、サイコロ表からどうぞ。サイコロ表このようになってますね。今回6が出て、その後4が出たんでね、トマト4分の1カットとなってますね。これはあらかじめですね、1週間前、にやっておいてですね、じゃあ次の週の火曜日に、トマト4分の1をどう配置するか、どう使って出すかということをね、週間考えるというランダムな朝の餌の出し方1回目ということになってますね。はい、これ実際にね、サイコロ振ったとこですけどもね、まあ、純粋にサイコロを振ったという映像になってます。6と4が出たんでね、トマト4分の1カットを1週間、考えてね、来週どう出すかというのを宿題で、考えておこうという時ですね。はいはい、それでトマト4分の1カットプラスですね、これクバの葉多めというところで、最近流行りのアレチヌスビトハギ、そしてオレンジ、キウイは細かめでというような、切り方にしてみましたね。1週間考えたね。トマトっていうのはね、リュウは結構テンションが上がるんでね、その辺アッコさんが怖がるっていうところでどうやるかというところですね。今回は全体的にトマト見やすくというので、まあ、H コーのところにアッコさん行くかなっていうので、そっちにやっているという感じでしょうかね。ヌスビトハギさんもデッキに置いているという、全体的にトマトを、まあ、4分の1なんでね、散りばめてオスがそれを集めていくという感じでしょうか。はい、リュウから出て、リュウチャーリー、リキーチャーリーは左行きましたね。カズミさん、アッコさんも、どう出た、はい、これはみんな、とりあえずはトマト4分の1をさらっていってるって感じですよね。和美さんもやっぱりデッキにはこっちで到着しましたね。アッコさんとこ行きましたからね。アッコさんとこ行きましたかね。まあ和美もやっぱりそっちの H コーでゆっくり食べる、コヨカランちゃん、コヨちゃんもそっちで、リュウ、チャーリーなんかは奥の方にトマト探しに、リキも外周にトマトを探しに行ったといった感じでしょうね。やっぱりみんなトマト好きだから、そっちの方に目が行ってる間にメスたちが食べれると。あー、子さんこっちからですね。やっぱ左ルートですね。左ルート、この間もうちょっとうまいこと、まあトマトは一つ食べれるというものの、まあその間がやっぱりちょっと寂しいですね。この下ってデッキに行くまでの間、この頃はまだそこにアッコさんシフト敷かれてないですからね。もうその1ヶ月後だとですね、もうアッコさんシフトがそこは敷かれてるんですけどね。まあ日々改善といったところですね。はい、そしてアッコさん左の方のデッキ、真ん中のデッキに、これは竜でしょうか。そして下にコエちゃんいる。そしてカズミ、カランちゃんがデッキでしょう、H コーでしょうかね。アッコさんも真ん中の方にゆっくりと渡っていくっていう感じですね。これリキでしょうかね。なかなか逆光で見えづらいですけどね。上の方に行くというね、やっぱりちょっとアッコさんの流れからしてオスが結構テンションが上がってるっていうのはいいかもしれないですけど、そこでちょっとそわそわしている感じはありますね。まあ、子さんたちもゆっくり食べれつつテンションも上げるというところがイメージですからね、ちょっと
もうちょっと流れをね、そっちにも気を配った方が良かったかなという朝ですね、これは。かずみさんがデッキの中央部分に来るといった感じでしょうか。あこさんは他を見てるって感じですかね。やっぱトマト全体っていうのはちょっとね、なんかもうちょっとね、全体というよりも、オスをどう動かすかをね、しっかりと考えて配置するべきだった朝だったかなと思いますね、このあこさんの動きを見てるとね。龍でしょうかね、まあ、奥の方外周探して戻ってきたという感じでしょうかね。はい、ちょっと逆光で見えづらいですけど、まあ、アッコさん上でどうしようかなといった動き、あぐねてるといった感じでしょうかね。こちらからも声がやってきたといったところですね。みんなで、みんな全体的にトマトをさらって、あとはまあ果物を取ってゆっくりもう葉っぱを食べに行くかなという時間の一段落した後ですかね。アキコからの声がついて回ってるといった感じですね。はい、やっぱりここはまあ終わった後はスビトハギとかね、葉っぱ、これは何でしょうね、これはえのきでしょうか。葉っぱを上で食べるという時間のクワでしょうか。食べ終わった後ね、こうやってちょっと、葉っぱ系をねゆっくりと食べるっていうのがいい感じですね。これえのきでしょうかね。えのきの葉っぱ、枝っぽいですね。みんな上に持ち込んでね、そういった葉っぱ木に移行するというこの時間もなかなか、この時間はいいですね、最近はね。はい、どうだったでしょうかね。まあ、サイコロでね決めるという1回目、まあ、1週間ね、どう出すかということを考えて、まあ、ちょっと36パターン以上やったということでね、まあ、2週目ということも含め、前回のねやったことを反省に入れつつというところで、まあ、ちょっとランダムに朝の出し方を決めるというのはちょっと勉強になるなというふうに思いましたね。もうちょっとトマトに関しては龍力チャーリーのテンションが上がるんで、ね、アッコさんの方もちょっと考えて、置き方、やればよかったなというところで、また前回ね、次回またトマト4分の1カットで出た時にはそれをね、頭に入れてやっていきたいなと思います。引き続きですね、いろんな気持ちを動かせるようにやっていきたいなと思いますね。マシマシは続きます。今日はこの辺りでさようなら。